はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデザートの新商品、グーイーシナモンロールの紹介をしたいと思います。値段は1698円で、6個入ってますんで、1個あたりは283円になります。これなんですけど、これ、売り場で見たときに、な,なんだこれはと思って、アルミのトレイに入ってるし、 多分焼いて食べるんだろうけど、シナモンロールって書いてあるけど、真っ白毛で、なんかすごいのあるなぁと思って、ちょっと前のメールマガジンでも、こんな感じで紹介してまして、じわっと濃厚な本格シナモンロールはいかがでしょうかなんて書いてありまして、やっぱり本格的なシナモンロールなんだなと思って、これは買わねばと思って買ってきました。それで、 名前のシナモンロールはわかるんですけど、グーイーっていうのがどういう意味なのかなと思ってちょっと調べてみました。グーイーは柔らかくベタつく、ネバネバするっていう意味みたいで、柔らかくベタベタしたシナモンロールっていう意味みたいですね。まさにあのアイシングの白いクリームがそんな感じでしたよね。じゃあ早速見ていきましょう。横から見るとこんな感じで、 先ほども言ったんですけど容器はこういうアルミのトレイに入ってましてこれはこの蓋を取るとそのまんまオーブンに入れて焼けるっていうコストコの商品になりまして今回のこれもこのまんま焼けるって感じですねそれでこのプラスチックの蓋を取りますとこんな感じで開きまして中にはアイシングまみれのシナモンロールが6個入ってるのがわかる感じでした インパクトすごいですよね。もうこの時点で焼く前からシナモンの匂いがしてました。アイシングもたっぷりで、それで一つ出してみようと思ったんですけど、このシナモンロール、みんなくっついちゃってるみたいで、こんな感じで切りまして、このように6等分しまして、それで1個取り出しました。1個取り出してみると、なんとなくシナモンロールって感じがしてきますよね。 アイシングも砂糖だけではなくてクリームチーズも入ってるみたいです。この感じで見るとシナモンの感じが伝わらないんでこのように半分に切ってみたんですけどそうすると中にシナモンがいっぱい練り込まれてるのがわかりますよね。結構香りの強いシナモンシュガーでした。それで早速焼いてみようと思いましてそのまんま全部も焼けるんですけど僕は この耐熱容器のキャセロールを用意しまして、こんな感じで入れまして、それで焼き時間なんですけど、ラベルには、オーブンまたはトースターで200度で9分から12分、パンの表面に焼き色がつくまで加熱してからお召し上がりくださいって書いてありまして、それで僕は最初、200度でじゃあ12分焼いてみようと思って、焼いてみたんですけど、これが大失敗で、 200度で12分焼くと、こんな感じで焼けてしまって、やはり、この時間は全体を焼くときの焼き時間だなっていう感じがして、これだとちょっと焼きすぎなんで、今度は、180度で10分焼いてみたんですけど、表面に焼き色もついていい感じに焼けました。表面がちょっとカリッとしてる感じがしますよね。半分に切ってみるとこんな感じで、クリームが このようにちょっと溶けてる感じもしてうまく焼けたなと思いました。だけどもうちょっとクリームがとろけた方が美味しいんじゃないかと思ってこれでも十分美味しかったんですけど今度は180度でちょっとだけ焼き時間を増やしまして12分焼いてみました。それがこれです。さっきよりちょっとこんがり焼けてる感じがしますよね。クリームもさっきよりとろけて やっぱりちょっと焼き時間を伸ばしたのが正解でクリームも生地に染み込んで美味しそうな感じに焼けました僕の家では180度で12分がベストな感じがしました表面のアイシングもカリッとして固まってる部分と溶けてる部分とできて美味しそうですよねそれで味の方なんですけどまたそれぞれの具材を 別々に食べた味の感想から言います。まず、このアイシングのクリームなんですけど、そのまま焼かずに食べると結構甘くて、ほのかにチーズの酸味もある感じで、焼かないとちょっとくどさが出る感じでした。それで焼くと甘みも溶けることによって、くどい甘さを感じなくなる感じになりました。それで、このファン生地なんですけど、 まずしっとりねっとりした感じのパン生地で練り込まれたこのシナモンシュガーがもう焼く前からすごい香りが良くてそれで焼いた後もこのアイシングが甘いんですけどその甘さを打ち消すっていうか忘れさせるぐらい香りが立って美味しかったですそれで全体的な味の印象なんですけど まず、そのままこのように焼かずに食べた時の味の感想なんですけど、そのままでも食べれるんですけど、ちょっと甘さが先に来ちゃって、パンはパン、クリームはクリームって感じで、それぞれバラバラな味の感じで、少しくどい感じがしました。それで、次にこのように焼いて食べた感じなんですけど、焼いて食べると、まず言えるのが、 クリームがいい仕事をして、このように焼けて溶けながら、表面は香ばしく焼けて、溶けた部分はパン生地に染み込んで、パンはしっとりして、練り込まれたシナモンシュガーの香りが引き立って、それにアイシングが混ざり合って、甘みが中和されてちょうど良くなる感じで、美味しかったです。それでごちそうさまということですね。 今日はコストコのデザートの新商品、グーイーシナモンロールの紹介をしました。焼いて食べると、本当美味しくて、焼きたてをぜひ味わってほしいって感じの、本当に香りのいい、これが本場のシナモンロールなんだろうなっていう感じがして、美味しかったです。それと、焼くと甘みが中和されるって言ったんですけど、カロリーは減りませんので、 食べる量は気をつけて味わってみてください。それと焼きたては熱いですんで、やけどにも注意して、皆さんもよかったら一度お試しください。チャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。